皆さんこんにちは。本日はハート・オブ・ザ・琉球図島々の芸能祭へお越しくださいまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます加藤さやかと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この芸能祭は沖縄県の各地域に存在する多様で豊かな地域の伝統芸能を一箇所に集めて披露する場として沖縄県が主催し今年度から開催しております。沖縄県の各地域には多様で豊かな地域の伝統芸能が存在し、これらは優れた文化資源であり地域振興の資源として大きな可能性を秘めています。各地域の伝統芸能を県内外の多くの人により知ってもらうとともに、担い手として活動されている皆様の活動の機会、活躍の場とすることなどを目的に開催することになりました。今年度は3回の開催を予定しており、昨年12月の宮古島市を皮切りに今回の那覇と、そして来月2月4日は首里城公園、この3か所で開催いたします。本日は本島北部、中部、南部、宮古、八重山の5つの地域の芸能団体が出演いたしますので、どうぞ皆様最後までお楽しみください。さあ、それではここで本日私と一緒に進行してくださる方にご登場いただきましょう。琉球沖縄歴史文化研究所所長で今回の進行役、加賀津一佐さんです。どうぞ。加賀津さん、どうも。加賀津一佐です。よろしくお願いします。久しぶりね。いい年迎えたの。ありがとうございます。はい、僕のこと知ってる人いるかな。はい、ありがとうございますね。あの琉球歴史文化を楽しく皆さんにお伝えしていくというお仕事をしておりますけどもね、僕がやってること歴史ってね、結構首里のことばっかりなんですよね。ところが地域に目を向けてみると、こんだけ分厚い芸能がねたくさんあるんだなっていうのをね、今日これでもかっていうくらいね、あちこちからお呼びしておりますんで、どうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。演出家で本イベントプロデューサーの宮本亜門さんです。どうも。どうも、皆さん、宮本さんもやり、皆さん元気ですか？ありがとうございます。お越しいただいてありがとうございます。嬉しいですね。いや、実はもうプロデューサーといってもですね、私が全て決めたわけではないんですけども、お話をいただいたときに、僕本当にいつも沖縄、たまですから今移動しましたけど、ほとんど沖縄にいます、うん、もううろ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 しております。そんなことがあって、例えば、本年祭だったり、地元のバスに行った時に、何これ、なんて素晴らしいのと、でもこれは、外部にはお見せしてないんですとか、裏だけなんですっていう方も多いけど、僕が思うには世界でこんなにね凝縮していろいろな芸能があるとか珍しいと思います。でそんな貴重なお話が来たんで、そういうことは広げましょうよと。沖縄の人も沖縄のこんなのあったのって知らない方もいらっしゃるかもしれないし、もちろん本当もそうだし、いやそれよりも世界の人たちがこんな素敵なものがあるんだっていつか知ってもらいたいという気持ちもあって、今回ちょっと無理をしましてですね、もういろんなところから、いやうちは出たことがないんですって旅費だけは出します。皆さん頑張っていただいて、集まってくれました。まあ今、実際に石川県で地震があったりします。一体何が起こるか分かりません。本当にもうね、被害を受けた皆さんには心から痛みますけども、ここで一緒にというよりもまだ生きてるよねと、で生きてるからこそエネルギーがあるよねということをやっぱり沖縄から発信して、沖縄戦があった後もこれだけのものが残っていると、皆さんのバイタリティをガツンと今日は描いていきたいと思います。あともう一つだけ、はい、大きいイベントじゃありません。これはもう出演者も少人数です。だけど考えてみてください、その人たちが本当に大切に守り続けたものがまだあったりする、これは本当に貴重なことなんで、一緒に楽しんでいただければと思います。はい、本日はよろしくお願いします、はい、お願いします。